気仙沼湾横断橋は宮城県気仙沼市にある道路橋。大川川川口部と気仙沼湾湾大部にかかる長大橋で、海上部は東北地方で最大のシャバリ橋である。三陸沿岸道路として2011年度に新規事業化された気仙沼道路の気仙沼湾横断部に設けられた橋梁である。市街地の山側を迂回している国道十五号、気仙沼バイパスに対して、 気仙沼道路は建設費圧縮、距離短絡の観点から海側を短絡するルートが採用され、大川川口部、朝日、不当、気仙沼湾湾大部を南北に横断する。南側には、気仙沼港、インターチェンジ、北側には、浦島大島インターチェンジが設けられている。気仙沼中央インターチェンジ。 唐桑半島 IC 間の総事業費は1365億円で、内気仙沼湾横断橋の事業費は443億円。2014年6月29日に着工式を挙行し、下部校、上部校の工事が進められ、2020年10月9日には、名称が歌称と同じ、気仙沼湾横断橋に正式決定した。愛称は、金江お箸で、 2021年3月6日に供用開始した。構造は他にも、釣り橋案、複合しゃばり橋案、トラス橋案、PC ラーメン箱げた PC しゃばり橋案、ニールセンローゼ桁橋案が提案され、美観や維持管理性、海上部の試行期間短縮を考慮した構造に決定された。桁下ただかは、 津波漂流物に衝突しないこと、起用来船舶の高さ以上であることを踏まえ32メートルにされた。なお、首都には点検用エレベーターが設置される。ありがとうございます。